村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日もですね、少し、ボーカルを良くする一つの手法をお見せしたいと思います。今まではですね、こういう今画面にありますような小さく歌ったところと大きく歌ったところに差があるときにはコンプレッサーというような道具を使ってですね、小さいところは持ち上げて大きいところは押さえつけると、この押さえつけるというのがかなり問題でしてね、どうしても歪みというところになってしまうんですね。ですから悩みどころでもあったんですが、ウェーブス社という、有名なプラグインの会社にボーカルライダーというのがあります。このボーカルライダーまた素晴らしいんですけれども、さらにですね、とっても手頃な価格で、アウトローという商品が出たので早速手に入れてみました。これはですね、ボーカルだけじゃなくてその他の楽器とかにもうまく活用できるような、そんな素晴らしいツールになっています。一回ですね、今の状態をちょっとドライな状態で聞いていただきます。リバーブもちょっと外して、こんな形で録音ができております。わかりやすいようにちょっとボーカルあえて小さくしておきます。はい、そしてですね、この大きいところはどうかというと、しっかり出てますね。ちょっと少しお飾りにリバーブだけは入れておきます。それで、スイッチオンしますね。ここをオンにします。ちょっとこの画面が小さいですので、少し見やすく大きな画面にこうしておきますね。じゃあ今オンにしました。そして、効果はですね、少しちょっと、カットしておいて、そしてこの真ん中のダイヤルが一番重要なところなんですけれども、今それを下げておきます。流しますね。流しながらどん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 ターゲットを上げていきます。ささやいて歌ったのにこれ以上上げてしまうとね、意味がなくなります。そして上のミックスで、自分の初め歌ったドライな音と、そしてこの今エフェクターで、ボリュームアップしたものとのバランスを調整します。君を曇らせた恋に僕らの夢を乗せるのは重に過ぎたかな、君の嫌いになり方を。一番下にゲートというつまみがあります。このゲートのつまみはですね、例えば息を吸ったこういう音、あとはブレスですね、そういう音とか、なんかこの辺で小さなこういう指パッチンしながらリズム取って歌ってた、こういう音が入っちゃったらダメですので、それまでグッと上げていくわけですね。そういうふうに、ならないように、どこまでのボリューム以下のものはもうターゲットに
しませんよみたいなね、そういうことをここで、設定、しておくと、小さな音はボリュームアップの対象にならないという、そういうふうにも設定できます。そしてですね、今度は一番上がハイパスフィルター、ローパスフィルターってあるんですけれども、周波数の低い音から最高の、まあ大体人間の耳って 20Hz から 20kHz まで、いけるんですけれども、いわゆる2万ヘルツまでですね、そこまでのどこをターゲットにするか。ボーカルというのはここにもありますように、200、300ぐらいのところからですね、で、上は今4キロとなってますけれども、まあ、もうちょっと下げてもいいと思いますが、まあ、そういうターゲットを決めると。そして、ギュッと早く上がるのか、なだらかにふわっと上がるのかっていうことで、オクターブ、で、オクターブですね、ドからドまでですね、その時にどういうふうな上げ方をするかというのをここで、設定を選ぶことにします。あとこの真ん中のところもいろいろあるんですが、これをね聞いてくれている方は、DTM に関心のある方ばかりでもないですので、ここはちょっと省略しておきますけれども、下がですねマックスアップとマックスダウンということで、じゃあ持ち上げるときにどこまで上げるのか、いくらでも上げていくっていいのかですね、こう上げたいと思った中にもしっかり上がっているところがあったとしますね、そういう時にも上げすぎないように。そして今度は下げる話なんですけれども、こういう大きなところで、歩いて以上上がるとぐーっと下げていくんですが、せっかく元気よく歌ったのにですね、下げすぎてはダメなので、ここは、まあゼロを境にですね、ちょっとだけ下げるというような設定にしておくと、とってもいい効果が出てですね、あまり削りすぎないという、そういうようになると思います。ですからですね、ここでここを鳴らしますね、鳴らします。のだけだそんな僕作ってくれ、この効果をカットします。それでも差がないというところを聞いてください。切りました。また入れます。はい、こう大きな声の時にはあまり効果をつけない。でこの小さなところは入れるのと入れないのではものすごく変わってます。カットします。また入れます。カットします。あげます。はい、こんな感じでですね、まあ、ボーカルだけじゃなくってその他の楽器もですね、小さくですね、歌う、演奏する、そういうところと、とっても強くですね、いわゆる、まあ、音楽で言えばピアノっていうんですか、そういうように強くこう演奏したところ、そこの差が大きい方がでも伝わる歌であったり感動する演奏に、まあ、聞こえることが多いわけですね。それを最後のレコーディングの時に整えるのにはですね、こういうようなアウトローのようなレベラーという、まあ、
分類に入るんですけれども、こういうソフトを使ってやるとですね、コンプレッサーと違って音に傷をつけない、圧縮して音を歪ましたり潰したりしないということで、こういう新しい道具ができてきて、とっても綺麗なレコーディングができるようになってきました。今日はですね、そういう最新ソフト、安く手に入って素晴らしい機能があるソフトウェアをご紹介してみました。村長でした。ありがとうございます。また次もお期待ください。